サンディエゴに立つモルモン大隊のモニュメントモルモン大隊とは、米国戦争中のに結成され活動した、ほとんどが、末日聖とイエス・キリスト教会の信者で構成されたアメリカの軍隊のこと。アメリカの軍事史において、唯一の宗教的な軍事部隊である。武力衝突の記録はなく、主な任務は、西部開拓に寄与する国道の敷設とフォートムーアの、 要壁の建造であったとされている。モルモン大隊は他の民族的、人種的な軍事部隊、インディアン戦争のバッファローソルジャー、第二次世界大戦の日系アメリカ人による第442連隊とは異なり、末日聖とイエス・キリスト教会によって結成された部隊である。彼らは国からの支給金をブリガム・ヤングに提供し、 モルモン開拓者がソルトレークへ移動するのを助けた。大体は500名の主眼兵の部隊で、そのほとんどは、教団の信者であった。アイオワ州カウンシルブラフスからカリフォルニア州サンディエゴまで過酷な行軍をした。モルモン大隊のメンバーの大部分はイリノイ州ノーブーにおいて、宗教的圧迫から逃れた信徒であった。大隊の行軍と任務はアメリカ西部の開拓。 特に1853年のガズデン購入で得られたアリゾナ州南部の開発で活躍しカリフォルニア州までの南の国道も開いた。大体の退役軍人らはアメリカ政府の西部開拓に重要な役割を担った。教団の最高責任者であったブリガム・ヤングは長老ジェシー・シー・リトルをワシントン DC に派遣しモルモン京都が西部への長旅ができるように 連邦政府からの援助を依頼した。1846年6月の上旬、ジェームズ・ポーク大統領と何度も会談している間に、部隊はカリフォルニアに到着してしまった。アメリカ政府は、およそ500人の男性の協力を得るという教団の申し出を受け入れた。部隊は1846年7月16日、ジェームズ・アレン隊率いる有名な第一、合衆国流騎兵の 志願兵任務に招集された。スティーブン・ w カーニー大佐によって派遣されたアレンは、ブリガム・ヤングが協力するまで、必要な隊員数を満たすことができないでいた。結局、およそ500人の教団の男性がこのユニークな、連邦の一個体を志願した。それは、典型的な民兵や、州の志願兵組織として組織化されなかった。いくつかの大家族、数名の軍人の妻、 および多くの10代の少年たちが、舞台に同伴し、軍事力よりも開拓者の一団として働いた。モルモン大隊は、屈強で手慣れたベテランのカーニー将軍指揮下の西部軍の一部となる予定で、西部軍は、ミズーリー志願兵の2連隊、カリフォルニアに船でやってくる、予定のニューヨーク志願兵連隊、砲兵隊と、不評大隊、カーニー自身の第一合衆国流騎兵、そして、 モルモン大隊が合流する予定であった。航軍の状況部隊は8月30日に、レブンワーストリデに到着した。次の2週間、彼らは給料をもらって、彼らの装備品を受け取り、正式に戦闘部隊に組織化されたが、軍隊としての訓練の時間がほとんどなかった。新たに昇進したジェームス・アレン中佐は体調を崩し、カーニーの西部軍に追いつくためにサンタフェトレール沿いに、 進軍するよう部隊に命令した。8月23日、アレンは死亡し、後のレブンワース、鳥出国立軍事墓地で埋葬された最初の士官となった。アレンの死後、英中隊を指揮していたジェファーソンハント隊員が、カンザス州のカウンシルグローブに到達するまでの代理の司令官となった。数日後、アンドリュー・ジャクソン・スミス中尉とアシスタントの下界の、 ジョージ・ B ・サンダーソン博士が到着し、モルモン教徒の同意のもとに、部隊の一時的な指令を引き継いだ。次の数週間、兵士たちは、スミス中尉とサンダーソン博士を、カンザスとニューメキシコの乾燥した平原の長い、行進の間の兵への待遇によって嫌うようになった。兵士たちは、スミスの厳格な軍機とサンダーソン博士から受ける治療法になれなかった。 教団の長老が大体の兵士に軍における医療を避けるように進言したとき、軍当局と兵士らの中に緊張が起こった。スミスとサンダーソンは彼らを指揮していた間、典型的な男性であり、モルモン教徒に対して悪意を全く持ってはいなかったが、部隊は厳格な規律を保てなかった。フィリップ・セント・ジョージクック隊10月にサンタフェに到着すると、カーニー将軍は、 その時には中3になっていたフィリップセント・ジョージ・クック大尉を派遣していた。クックはカリフォルニアへ部隊の移動と追加された国道の布設という任務を持って部隊を指揮した。クックは南北戦争以前の素晴らしいフロンティア精神を持った将校の一人だった。サンタフェのほとんどの女性と子供たち、それと多くの病人を現在のコロラド州のプエブロに送った。 合計で三つの文献隊が大体を離れ、冬までにプエブロに行った。続く四ヶ月間と千百マイルの道程で、クックは北米で最も困難な地勢のいくつかを渡って、部隊を率いた。モルモンの兵士の大部分は、すぐこの優れた将校を尊敬して、後に続くことを学んだ。集団はニューメキシコの別のガイドを雇った。それは冒険家で、 マウンテンマンのジャンバティスト・シャルボノーで、彼は小さい時に、ルイス・クラーク探検隊と、彼の母親のサカガビアと共に大陸を旅した。スミス中尉とサンダーソン医師は、ウェストポイントを春に卒業した、ジョージ・ストーンマン中尉と共に、引き続き大隊と行動した。最終的に、クック、スミス、ストーンマンのこれらすべての将校は、南北戦争の間の合衆国軍での高いレベルの、 指令を行うことになり、ストーンマンはカリフォルニアの州知事になった。現在のアリゾナ州の通村に接近し、大体は1846年12月16日、メキシコ兵の小さな文献隊ともう少しで武力衝突する頃であったが、大体が接近した時、メキシコ兵は逃げた。新軍ルート沿いの地元のインディアン部族は、このアメリカ人兵士たちにとって友好的で、 役に立ち、情け深かった。モルモン兵士たちはインディアンから多くの考えの開発の仕方を学び、後にユタ州や他の地域でそれを用いた。ロサンゼルスにあるフォートムーア開拓記念日アヨアからの1900マイルの行軍の後、モルモン大隊は1847年1月29日、カリフォルニア州サンディエゴに到着した。彼らが、 ロサンゼルスで1847年7月16日に除隊されるまでの続く5ヶ月間、大隊は訓練を受け、カリフォルニア南部のいくつかの場所で作戦任務を実行した。兵士の多くが民間土木のプロジェクトを手伝った。モルモン大隊が手掛けた一つの大きなプロジェクトは、現在のロサンゼルスのダウンタウンに建てたフォートムーアの要壁で、これはおそらくカリフォルニアで、 最初の合衆国軍の施設の一つであった。しかし、およそ22名のモルモン兵士が、この任務の間に山駅や他の自然災害で死亡した。およそ80名の兵士は、さらに別の6ヶ月間の任務のために再入隊した。数名の兵士は、軍事法廷のために東部に向かうジョンシー・フレモントをエスコートした。数名の解雇された退役兵は、サッターズメルで、 ジェームズ・マーシャルのためにサクラメント地域で働いた。ヘンリー・ビルラーは近郊が発見された1848年1月24日の出来事を彼の日記に記録している。その日記は現在カリフォルニア州サンマリノのハンティントン図書館に展示されている。この金の発見は翌年のカリフォルニアゴールドラッシュのきっかけとなった。 ザディスカバリーオブゴールドインカリフォルニア、ジョンサッター、ハッチングス、カリフォルニアマガジン、ノーベンバー1857、ザモルマンズディドノットライクツーリーブマイミルアンフィニッシュとバットゼイガットザゴールドフィーバーライクエブリバディエルスアフターゼイハドメイドゼアパイルズゼイレフトフォーザグレートソルトレークソロングアズディーズピープルハブビーンエンプロイドバイビーゼイハブシックビーハブドベリウェル and are industrious and faithful labors, e r and when settling, there are accounts there was not one of them who was not contented and satisfied. ありがとうございます。